はいどうも、ケマイです。今回なんですけども、ドラゴンクエストモンスターズ3クリア後レビューやっていきたいと思います。というわけで、いやー、結構面白かったですね。はい、まあ言いたいこととかは、まああるっちゃあるんですけども、やっぱドラクエモンスターズシリーズって、まあおもろいよねっていうところは、やっぱ昔からやっぱ変わんねえよなっていうところはあって、まあそこには忠実だったなというふうには、やっぱ思いますね。うん、っていうところが、まあ感想の所感では、あるんですけども、まあまあいつも通りね、このゲームをやってみて、まあ良かったところと悪かったところを最後にまあボリュームと総評みたいな感じでねお話をしていきたいと思うんですけども、まず最初にちょろっとゲーム概要の方を話していきたいと思います。ってわけでまずはこちらのドラクエモンスターズ3なんですけども、2023年の12月1日に発売しました。まあどんなゲームかっていうと、あのドラクエナンバリング、正統ナンバリングではなくてモンスターズシリーズっていう方のナンバリングなんですよ。で、これが何かっていうと、元々のあの純正ナンバリングのドラクエの方って、主人公が人間で、まあ、勇者で魔王を倒しに行くっていうストーリーなんですけども、こちらのモンスターズシリーズの方では、主人公が魔物を操って、まあ、モンスターマスターになろうね、みたいな、まあ、そんな感じの話です。なんで、結構そのモンスターを使っていって敵を倒していくっていう意味では、ポケモンとか、そういったゲームにかなり近いようなイメージですね。なんで、まあ、ちょっと外伝的な作品ではあるんですけども、その外伝も結構シリーズを重ねているんで、まあ、ファンの数も多いですし、しっかりこう歴史があるような感じとなっています。まあ、すごい人気の高いシリーズなんで、全部はやってないけどこのシリーズだけやったよっていう方もね、中には多いんじゃないかなというふうに思いますっていうところで、まあこのゲームのジャンルなんですけども、基本的には RPG となっています。基本的には一人プレイで遊んでいくゲームではあるんですけども、オンラインで対戦とかもできたり、あとはこの配合っていうのを駆使して自分のお気に入りのモンスターをどんどん強くしていく遊びっていうのがあって、そういったところで結構やり込みとかもかなり強いゲームかなと思います。むしろね、あのドラクエの正統ナンバリングよりもやり込みっていうところを重視するのであれば、こっちの方が勝ってんじゃないかなと思いますね。はい、っていうところが今作のゲーム概要でした。次に良かったところについてちょっと話をしていくんですけども、まずはストーリー良かったですね。はい、正直僕驚きました。あの今までの歴代モンスターズシリーズって基本的にストーリーって、まあそのなかったっつったらあれだけど、合ってないようなものというか、そこまで、まあ、濃いストーリーっていうのはあまりなかったんですよ。ただ、まあ、今作に関してはですね、結構ストーリー頑張ってたな、というふうにも思ったし、まず前提として、このゲーム多分ね、モンスターズシリーズとしては、過去最大級のボリュームあったんじゃないかなと思います。めちゃくちゃね、これ長く、ストーリーも展開していきますし、そのストーリーっていうのも結構そのドラクエ4の本筋に話が交わっていくようなストーリーで、これはね、かなりファンの方はワクワクするんじゃないかなというふうに思いますね。はい。まあ、サイドストーリーとしてはすごい完璧だなというふうにも思いましたね。まあ、それに伴って、ちょっとその歴史改変みたいなね、ドラクエ4であれがあったんだけど、あれってこうなのみたいな。まあ、後付けではあるんですけども、歴史改変みたいなのがあって、まあ、そこら辺どう思うかによって、ちょっとこう賛否が分かれそうな部分ではあるんですけども、まあまあまあ、でもこう一応イフの世界というかパラレルの世界みたいな、まあそういったところもあるので、うん、まあそれにしてはすごいよくやっていたなというふうにはちょっとやっていて思いましたね。初めてここまでしっかりこのストーリーっていうのをやってくれたモンスターズタイトルで、発売前は僕やる前はね、そこまで期待してはいなかった部分ではあったんで、ここは素直に嬉しかったですね。はい、次です。配合の面白さ、ここはねマジでありましたね。はい、歴代据え置きの面白さなんですよ。やっぱりもう本当にテリーのワンダーランドっていうところから、まあずっと歴代続いているわけなんですけども、この配合の面白さっていうのはやっぱこのゲームを支えているし、まあそこの面白さが大きく変わってるわけではないので、このゲームも歴代シリーズと同じように面白いよねって言えるようなゲームになってるかなというふうに思いますね。まあ、やっぱりね、結構個人的にこのゲームの好きなところがあって、もうこの配合についての話ではあるんですけども、まあさっき名前を挙げたポケモンっていうのがあるんだけど、ポケモンって結構ね、まあ仲間にするにあたって敵と出会ってモンスターボールを投げて捕まえるっていうところがメインにあると思うんですよ。ただまあこのゲームに関しては、まあ若干その捕まえるっていうところのベクトルが違っていて、まあ捕まえることもできるんですけども、そっちがメインではなくて、配合によって生み出していくっていう、まあ低いところからどんどん組み合わせていって最終的に強くしていこうねっていう遊びなんですよね。まあここの入手経路の違い、直接ゲットするのか、それとも配合していって生み出していくのかっていうところの違いなんだけど、これがやっぱ個人的には
後者のね、配合していく遊びの方が僕は結構楽しく思えて、やっぱ夢中になってやってしまいますよね。まあ、それに伴って、やっぱ図鑑とかも結構埋めていきたくなってしまうんですよね。というわけで、まあ、結構序盤から使っていたモンスターが、最終的なその配合の家系図にしっかりあるような、まあ、そういうのもあるんでね、すごいね、そのモンスター一体一体に愛着が湧いていきます。あとはま、今日はね、このモンスターを作るぞって決めて、こう、黙々と配合を繰り返す遊びとかは、マジで時間泥棒っすね。まあ、今作も結構強いモンスターたくさんいるんですけども、そこら辺のモンスターを配合していくのにめちゃくちゃ時間かかって、まあ、軽い気持ちで始めるんですけども、気づくと数時間経ってるみたいなのが当たり前で、まあでもここら辺の夢中なれる遊びっていうのはやっぱり面白いなと思いましたね。あとは今作から4体配合っていうね、通常であれば2体同士で配合するんですけども、あの4体で配合するっていう、こう特殊な配合が用意されていて、ここら辺のパターンをね、あの模索するっていうところもまた新しい楽しめる要素になっていて良かったなというふうには思いました。はい、次なんですけども、バトルもかなり快適でしたね。AI っていうところが結構細かく決めれるんですよ。だから結構昔のモンスターズシリーズしかやってなかった人はびっくりすると思うんですけども、今ね、本当に一体一体モンスターに対して命を大事にとか、ガンガン行こうぜっていうところを決められるんですよね。昔はもうパーティー統一して命を大事にとか、まあ、ガンガン行こうぜっていうところしか決められなかったんですけども、今はですね、もう一体一体にお前はヒーラーだから命を大事にね、みたいな感じで細かく設定できるんですよね。ここら辺はマジで親切で良かったなというふうに思いますし、あとは結構そのモンスターズシリーズあるあるなんですけど、強い特技を取る過程で、まあ、弱い特技も取らなくちゃいけないっていうところがあるんですよ。で、そういった弱い特技っていうところ、本来自分が使って欲しくない特技っていうのを AI が勝手に使ってしまうっていう問題が多々あったんですけども、そこら辺のこの特技は使わないでとか、この特技は重点的に使ってねとか、まあ、そういった AI を細かく設定できるっていうのもめちゃくちゃ良かったですね。あとはまあそんな感じで、その AI を駆使したお任せ戦闘っていうところがあったり、あとは2倍速で戦闘が進められますよっていうのもあったんで、これも結構良かったなと思います。まあ、そこら辺もろもろ含めてバトルはかなり快適でした。はい、次なんですけども、クリア後のやり込みっていうところも、まあ一応あったんじゃないかなというふうには思います。はい、まあ闘技場制覇したりだとか、まあモンスターを育成していきましょうねっていうところも、まあこのゲームのメインコンテンツではあるんですけども、あのクリア後の大きな遊びとしてあると思います。そこら辺もしっかり楽しめました。あとは、まあ闘技場の対戦っていうのもあって、あのオンラインでね、もう本当にめちゃくちゃ強い手強いね、世界のモンスターマスターたちと戦うことができるんで、ここら辺もまた良かったんじゃないですかね。ぶっちゃけね、ここら辺ハマると半永久的にこのゲーム遊べるんで、まあ闘技場は本当にエンドコンテンツとしてはマジで秀逸だなと思います。まあそもそもこのゲーム自体があのやり込み方のゲームっていうところで、まあストーリーはおまけだよね、クリアしてからが本番だよねみたいなゲーム性だと思ってます。そういった意味でもクリア後のやり込みっていうところはしっかりあって、まあそこら辺で困ることはないかなというふうにはやっていて思いました。はい、っていうところが本作の良かったところですね。全体通してやっぱりモンスターズ自身の面白さだったり、やっぱモンスターの可愛さとかね、あのかっこよさっていうところはやっぱドラクエシリーズならではだし不動のものだなっていうふうには思いましたね。はい、ただね、まあ気になったポイントもいくつかあるんでそちらの話もさせてください。まずはね、やっぱ季節の話ですよ。まあこのゲームなぜか四季があるんですよね。春夏秋冬の四季があって、まあこれがねめんどくさいんですよ。あのね、季節ごとに専用モンスターがいるんですよね。あのこの夏の季節のこのマップではこのモンスターが出現しますよとか、まあ冬の季節のこのマップでこのモンスターが出現しますよみたいな感じで結構決まってるんですよ。で、これがねめちゃくちゃめんどくさくて、まあしかもっすよ、四季があるならまだしも四季プラス雨と晴れっていう概念があって、まあ、例えばこのマップの夏の晴れの日しかこのモンスターは出ませんよとか、どこまで縛るんですかみたいな感じでちょっと思ったんですけど、まあそんな感じで結構ね、この季節っていうところはこのゲームのまあなんだろうな、テンポっていうところをすごい崩してるなというふうに思いましたね。まあそもそもさっきも話したんですけど、このゲーム配合をしていく遊びのゲームなんですよ。あのどんどんいろんなモンスターを配合していって強くしていきましょうねっていうところが、まあ主軸のゲームではあるんですけども、あの敵に出会えないっていうのはもう本当にそこを縛ってもしょうがないんですよね。あの仲間にした段階でその時点でもうサクサク使えて強いよねっていうゲームではないんですよ。このゲームって仲間にしてからが本番のゲームなんで、そのね、あの入り口の部分を縛ってどうすんのかなっていう風にちょっと思ってしまいました。本当にその野良にいるモンスターをスカウトするっていう部分で足を引っ張られてしまうっていうのは、もうそのゲームとして結構本末転倒だなと、僕はやっていて思いました
ね。まあ一応この季節を変えるアイテムとか、まあそういったものもあるんですけども、かなりのレアアイテムですし、やっぱそのストーリー攻略中っていうところはね、そんなポンポン使えないんで、あ、ここはちょっと残念でしたね。はい、次 DLC 問題ですね。もうこの話は前回の動画で散々したので、ここでね、また改めてめちゃくちゃ話すわけではないんですけども、まあちょっと DLC っていうところで若干心が引っかかってしまうなっていう部分はありましたね。はい、まあ3つ大きな DLC があって、まあ1つは結構どうでもいいんですけども、1つが過去に自分が仲間にしたモンスターに再度出会いに行けるっていう感じの、まあ時短になるような DLC になっていて、まあこれが本作にあたるゆるか SP の方では DLC とかではなくてデフォルトで入っているコンテンツだったんですよね。まあそんな感じで前作ではもともとね無料で遊べたコンテンツなのに、なんで今作では DLC になってんだっていうところでまず批判があったり、あとはまあランダム生成ダンジョンで手強い敵と戦っていって報酬を取りましょうねみたいな感じの、割とこのゲームのエンドコンテンツになり得るようなゲームが DLC で入ってるんですよ。なのでやっぱりそのね、僕の感覚的には10っていう完成度のゲームが無理やり8にされてしまって、その2の部分を無理やり DLC にしてるよねみたいな感じになってしまうんですよね。プラスアルファになってないみたいな、それを買わないとゲームとして完成しないよねぐらいに思ってしまっていて、まあちょっとここら辺で心引っかかるなっていう感じです。まあ、あとやっぱりね、そのマックデリバリーをしないと図鑑埋めらんないよねみたいな問題もあって、まあここら辺のリアルでの期間限定コンテンツっていうところをゲーム内に持ってくるっていうのは、まあかなりそのコンプ系のゲームにおいてすげえ悪手だなというふうに本当に思いました。もう現状でもね、メルカリとかあとはヤフオクとかでももう転売されまくっていて、何やってんだろうなというふうにはマジで思いましたね。はい、次、若干テンポ悪いなというふうには思っています。多分ね、ロード時間が長いとかそういったところに起因するものなのかなと思うんですけど、なんかねこうテンポが悪いんですよ。なんかその育成とかも若干テンポ悪くて、どんどんもっともっと配合していきたいんですけども、まあ、レベル制限があったりして配合できないしとか、まあまあそれはしょうがないんですけども、なんか全体を通していろんなところで若干テンポが失われてるんですよね。まああとルーラの場所が変なんですよ。なんかそこにルーラすんのみたいな。まあ結構そのワープっていうのは自由にできるんですけども、そこにワープすんですかみたいなところにワープになったり、まあ結構気になるポイントは多かったっすね。さあ次なんですけども、不具合フレームレートの話。はい。まあ結構プレイしている中で画面がガク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 ってなったり、フレームレートが落ちてしまってカクついてしまったり、まあ最適化不足っていうところは結構あったのかなというふうに思います。まあこのゲーム別にね、そのグラフィックっていうところがすげえいいっていうゲームでもないんですよ、見た通り。なので、まあそんな中で、まあこの程度のゲームであれば処理落ちっていうところなしで頑張ってほしかったんですけども、まあやっぱ処理が落ちてしまってるっていうところは多々見受けられましたね。はい。まあもちろん別にその画質っていうところが全てのゲームではないので、まあ特にこのドラクエシリーズは割とそのコミカルな映像だったり世界観が売りなので大丈夫ではあるんですけども、ただまあそのスイッチっていう枠の中でも他の作品と比べてやっぱりグラフィックっていうところはもう一頑張りできたんじゃないかなというふうには僕はちょっと思いました。さあ最後なんですけども、モンスターの数っていうところ、まあ本作ね500種類ぐらいモンスターがいるそうなんですけども、まあやっぱそれでも少ないなっていうふうに思ってしまいましたね。実際僕発売する前はまあ500種類では十分かなとか思ったんですけど、まあ実際やってみるとモンスターいないよねとかこのモンスターいないよねっていうのがめちゃくちゃ多く出てくるんで、まあやっぱ足りてないんだなっていうふうには思いますね。はい。まあ前作のドラゴンクエストモンスターズジョーカー3プロフェッショナルっていうのがあって、まあそのプロ版、要はその完全版商法をしてるんですよね。まあ、そっちの方ではね、だいたいモンスターが700種類以上いたのかな。まあ、そういったところもあるので、まあ、このゲームに関してもおそらく完全版が発売するのかなと思うんだけど、そっちの方では、満足にちゃんとモンスターが出てくるのかなとは思います。はい。というわけで、まあ、いろいろ喋っていったんですけども、最後にボリュームの話をするんですが、結構個人差はあると思っていて、僕クリアするまでに40時間ぐらいかかりましたね。はい。結構かかっていて、思ったよりも、ボリューム、ストーリーっていうところもしっかりやってくれたんで、ここに関しては、割と満足ではありますね。まあ、過去作比較になってしまうんですけども、やっぱりここまでのボリュームを期待していなかったんで、嬉しかったですね。しかも、まあ、クリアするまでの過程っていうところも、結構、この
やり込みながらクリアに向かっていくっていう感じで、結構いろんな配合だったりそういうのを楽しみつつもちょくちょく進めていくみたいな、割と自分のペースで遊ぶことができたんで、ここら辺もまあこのゲームならではじゃないかなというふうには思いました。まあしかもまだまだ全然遊べますし、図鑑も結構埋めていきたいなって思うんで、まあ、なかなかコスパ的には悪くないゲームだなというふうには思いますね。はい、というわけでまあ最後に総評なんですけども、いやまあめちゃくちゃ面白かったっすね。はい、もちろんねやっぱりさっきも悪いところで挙げたんですけども、まあ季節の話だとかまあ DLC 問題とかたくさんあるんですけども、まあそもそもやっぱりモンスターズシリーズってまあこうだよねみたいな、これは面白いよねっていう遊びがもう確立されていて、まあそこの部分に関してはそこまで怪我されているわけではなかったんで、まあ従来のねモンスターズシリーズの遊び方っていうところをしっかり遊ばせてもらえたなっていう感じの印象です。というわけで割と既存のシリーズ遊んでいて好きだった方であれば今作もすんなり遊べるんじゃないかなというふうに思います。はい、というところで今回ドラクエモンスターズ3のねクリアをレビューやっていきました。ぜひ皆さんの中でもやった方いると思うんで、コメントの方で感想をお待ちしておりますって感じで今回これで終わります。この動画良かったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよっていうそこのあなたや、たまたまおすすめとか検索から来たそこのあなた、そんな中でもまだねチャンネル登録やグッドボタン押してませんよという方いらっしゃると思います。ぜひね押してから帰っていってもらえると嬉しいんでよろしくお願いしますって感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。